そこからやったら、こうどのように認識するかというのをよく言われるんですけれども、このプランターを打ってスロープ、結構ですね、スロープってスロープ多いんですけど、スロープのところはですね、スロープから上出して、向こうで、1打、1回ですね、そこら辺で止まって、スロープ分ぐらいで止まって、スローで挑むことによって、スロープ分を加味した補助の認識、こちらをすることができます。それではですね、以上でですね、ロボットのステップトラッカー、の話、カウェイクのですね、説明の方を終わりたいと思います。続きましてですね、こちら出てきますトラッカーなんですけれども、これはですね、何かと言いますと、ちょっと広幅に改造している、ものなんですけれども、麦のですね、管理作業、日本の全体的な、トレートを広げた、改造した、ものになっております。これ、多少ですね、ちょっと影響して改造しておりますので、要するにですね、改造をひっくり返しただけですとですね、どうしても今の、トラクターというですね、燃料関係、いいですね、どこも干渉してしまうというような問題が、あるんですけれども、もうトラクターをもう、早速で広げてしまうということで、もう展開もですね、めっちゃ切れるというような、仕様になっております。こちらですね、何がスマートモスかと言いますと、後付けのですね、直進、アシストというの CSC ナビを搭載している、トラクターになっています。これ試しにですね、ちょっとやってみたいなと思うんですけれども、やり方簡単なんですよね、当然、とても簡単で、A 点、B 点ですね、2つ点を取って、点を作って、それに応じて、その線に抵抗作業をしてくれるという中です。基本的には簡単なんですよね。画面があります。これぐらいの UGC のコンソールがありますので、そこでですね、オペレーターボタンを押して A 点を取ってください。A 点を切ります。A 点を取ります。で、ここで A 点、1個ですね、点が取れます。そして、向こうにずーっとまっすぐ行きます。まっすぐ行って、この5メーター上ですね、次に G 点が取れるようになりますので、2点取れます。2つ点を取ってですね、A 点と B 点。2つ点を取ると、ここは上から下に取ってきます。取りました、この線。この線に向こうに行って、向こうからこの線で帰ってきたときに、その枠に入れば、精度としては間違いない調整ができてますよねっていうような確認を行うんですけれども、でそれですね、ちょっと試しにやってみたいと思います。で、向こうからですね、オペレーター、今、トラクターがひっくり返って、こちら側に、来るんですけれども、このときですね、ちょっと自動の方を入れてみたいと思います。ただですね、このように前進をして、今ですね、オペレーターが、ボタン、画面のところにですね、
ご興味のある方がいらっしゃいましたら、ね、特のブース、でお待ちしておりますので、パスもありますので、そちらの方にご覧いただければなというふうに思います。ということでですね、特にですね、中心ナビ交換のトラッカー、このブースの方を終わりたいと思います。以上で、メーカーさんから行きます、ゴムの部分で、ゴム部分なんですけども、ここで言うと、いや、ですね、ここの1個手前で、2工程目です。1工程目をずっと植えていく。あ、まあ、ここですね、ここです。ここずっと植えていく。ずっと植えていって、1工程上げて、3工程目から植えるんです。で、ここで旋回っていうのは、向こうから2工程目のところでぐるっと踏まないです。それでバックするのがいいか。そうですね、こう切って、うん、ちょっとバックして、うん、あ、もうそれは形によりますよね。そのまま植えたりもしますけど、うん、あの、開かないです。開かないです。どうしても旋回が必要なので、うん、2工程目は開いた状態なんで、こっちはですね、8畳の2階なんで、うん、16畳なんです。こっちだけ、うん、で、こっちは8畳、16畳になるんですね。向こうはですね、そうです。そこはちょっと、通常の田植えと違う。ここは、ここで旋回する。ここ変えてくるのにやめてやるね。例えば外見が斜めに上からビューって植えて、8畳で植えるので、上の方針が変えてで、最後この2工程目に入って、で、ここで終了。で、人間が乗り込んで、ここを植えていくと、ここ綺麗になりますよ。どうですWhat?
Thank you.